ブエナスタルデスアミゴス、どうも PJLL のファハロンです。はい、新マスク新マスクでね、やっていきたいなというふうには思っているんですが、今日はですね、この新しい作ったマスク以外にも私買い物しておりまして、まあもうほとんどね、前半ですね、ほんとこれのために全部お金を使ったというですね、いう感じになってます。ちょっと頬の肉が頬のね、まだね、まだこのマスクね、やっぱ馴染んでないので、しばらくこれでやっていって、ちょっと顔にね、このマスクをちょっと馴染ませていきたいなというふうに思っています。まだちょっとこの辺の感触とかもね、全然違うので、まだまだ馴染んでいってないという感じですね。本当はここをね、こことかはこう中を黒く塗ってね、デスペさんみたいに中を黒く塗って、なんかカラコンっていうか、まあ的なものを入れるといいんでしょうけど、まあそういう、そこまでまだね、お金をかけるには至ってないので、はい。そして今回ですね、まあ僕がもう一つ新しく買ったものがありまして、それはカメラでございます。まあプロレス観戦に行ってですね、写真撮られてる方ね、いると思うんですよ。まあプジョッシュと呼ばれる皆さんとかね、はなんかすごい一眼レフで、ね、いい一眼レフをね、ピシ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 で構えてる姿をワールドでね、観戦したり、まあ生観戦行ってる時もそういう方を見かけたりという感じにはなっております。ただね、まあ一眼レフっていうのはですね、まあボディはそこそこなんですけど、やっぱりいい写真を撮りたいなと思った時にね、いいレンズを買わないといけなくなるんですよ。でそうなるとね、そのレンズが高いんですよ。はい。でまあ交換式レンズなのでね、正直保管とかね、手入れとかもね、まあ大変、持ち運びもまあ大変ですね。やっぱある程度カメラバッグとかでしっかりしたものを入れていかないといけないので、まあ大変だなというふうには思っていますので、まあ、僕はですね、コンパクトカメラですね、の中から、まあいろいろ調べた結果、まあこれが一番いいのではないかというものをですね、買いました。それはですね、こちらでございます。でしゅ。キャノンのですね、パワーショット G5X。でございます。はい。まあこれがですね、スペック的なところのお話を先にしておくとですね、まあこの辺に出しておこうかなと思いますけど、まずはこれ2000万画素ですね、約2000万画素。そして1型 CMOS センサーっていうのを搭載して、まあ、いるので、まあ、まず2000万画素なんで、まあ、ある程度遠目で撮って中を切り取った写真とかにしても、まあある程度画像が荒れないんじゃないかなというふうには思っています。そして、まあ、1型 CMOS センサーっていうので、まあセンサーサイズのことを指してるんですけど、センサーサイズっていうのが、まあ1型ぐらいあればですね、おそらく暗い写真を、フィルム感度ですね、まあこの辺をちょっと高い感度で撮ったとしても、まあノイズが少ない可能性高いですね、というのでいいんじゃないかと。で光学ズームとしては 4.2 倍です。で 4.2 倍だとですね、ちょっと心もとないなというふうには思ってるんですけど、一応これデジタルズーム機能ありまして、デジタルズーム機能とか使うとだいたい8倍ぐらいまでいきます。もしくはワイドテレコンだったかな、っていう機能がある、ので、まあ、それで倍ぐらいに持っていけると。で、一応まあ、ネットで見て調べた感じだと、まあ、そんなに荒れないかなと。その、プログレッシブファインズームっていうんですけど、まあ、それで撮った写真を見ても、そんなにむちゃめちゃ写真が荒れてるわけじゃないので、まあ、8倍ぐらいまで対応できれば何とかなるんではないかというふうに思ってはいます。で、F 値、レンズの明るさのことなんですけど、これが F1.8 から 2.8。まあ、一番、ね、広角っていうんですけど、ズームしてない状態で 1.8。で、ズーム一番した状態でも、まあ 2.8 ということで、まあ非常に明るいレンズがついてますから、まあ、暗い場所での撮影でも、まあ、ピントをね、外さないとか、シャッタースピード遅くならないとかで、まあある程度撮れるんでいいんじゃないかなというふうに思ってます。
ですね。で、バリアングルモニターって言って、後でお見せしますけど、モニターが、横に開いて回転できるものになっていて、ファインダーがね、あとこれついてますという方ですね。で、Wi-Fi 機能があるので、スマホだったりとか、タブレットとの連携も楽ですよと。で、USB 充電ができるので、カメラ本の中に、バッテリーを入れた状態で、USB で充電ができるという形になっております。まあ本体自体をねちょっと出していきましょうか。本体自体これね、予想以上に小さいんですよだからそれがねすごく僕は嬉しかったんですけど、こちらです。また黒に黒でね、あれなんですけど、非常に小さいですよね。もう 手のひらに、こうやって、手のひらに収まるサイズなんですよ。で、ファインダーでね、こう、ファインダーで撮りますって言うと、イメージとしてはこれぐらいの大きさ。はい。なので、非常に、コンパクトに出来上がってますよね。だ胸の位置にこうやって出してもこれぐらいっていうことですから。はい。僕ね、ストラップでシュってすごく簡単に脱着できるストラップ持ってるんですけど、それで常にこのポジションにカメラを置いておこうかなというふうに思ってます。で、シュってやればシュって持ってこれるみたいなのを持ってますから、それで行きたいなというふうに思ってます。で、やっぱ別にファインダーね、これ一応ファインダーついてるんですけど、ファインダーね、もちろんなくてもいいんですよ。で、正直な、ファインダーなしでいいんだったら、これが、G5X ってなってるんですけど、G7X っていうのがあります。はい。そっちはファインダーなしですね。この、ファインダーはなしのやつです。なんですけど、僕ね、もともと写真とかそこそこ撮ってたんですけど、やっぱね、ファインダーでこうやって、撮ると、なんか、写真撮ってる感っていうのが出る。ただそれだけのために僕はファインダーが欲しかったんですよ。はい。なので、こう写真撮ってる感じね。モニターだけで撮るとこういう形になりますよね、こういう。プロレス行った時は当然モニターで多分撮ると思うんで、こういう形になるんですけど、やっぱね、普通の街中の写真撮るときになんかこうやって撮っててもいいんですけど、やっぱそれよりもこうやって、こうね、しっかり脇を締めみたいな感じで。やっていく方がなんかね写真撮ってる感出るね。僕のあれですよ、僕の気持ち的なもんですけど、はい、が出ます。で、液晶がこういうバリアングルタイプになっているので、あとこうやってね、あれ反対か、こうやって回転してみたいな。で、自撮りもこれで見ながら撮れますよみたいなね、こう撮れますよみたいな感じでいけるということなんですよね、なので非常にですね、これ使い勝手が非常に良いのではないかということで、購入しました。まだね、写真はね、まだ全然撮ってないので、ある程度写真ね撮ったらその辺もお見せしたいなというふうには思ってます。その暗いところで、どれぐらい撮れるのかとかが分かれば、でデジタルズームで荒れないのかっていうところさえ分かれば、プロレス用のカメラとしてはこの大きさってすごくいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、この G5X っていうのは日本の YouTuber の方ってあんまりレビューしてる動画がなかったんですけど、外国では結構されてるんですけどね。これのそのファインダーなしの方ですね、 G7X ではもうめちゃめちゃレビュー動画もう上がってるので、もう 2,3 年前のカメラなんですけど、正直スペック的にはね、今でも全く問題なく使える状態だと思いますので、ぜひ気になる方は G7X とかで見てもらうといいと思います。それのファインダー付きみたいなイメージですね。映像線の処理線、デジック6かデジック7とかいろいろ映像処理エンジンがあるんですけど、それは 7X の方が1個先なので、新しい方を積んでるので、多分、そういうのがいいなっていう人は、G7X の方がいいと思います。でもファインダー付きはね、この G5 なんですよね。で、言うてもですね、もともとは
10万円近くで売られてたカメラなんですけど、まあ今価格ドットコムとか見てもだいたい6万5千円ぐらいとかが安い状態なんですよね。でたまたま楽天で僕は見てたんですけど、箱に傷がありますみたいなのでちょっと6万を切ってる状態で、でさらに僕はもともと楽天カードとか楽天モバイルとかでいろいろ買い物するので、まあ、ポイントがすごいつくんですよね。なのでそれでさらに安く買えてみたいな、で持ってるポイントがあったんでそれを持ってるポイント入れてさらに安く買えるっていうことで、まあ、非常にですねお安く購入することができたという形でございます。はい、なのでもうねこのマスクとカメラと、まあ、ここでね今回もだいぶ散財しましたのでもうグッズがプロレスグッズがほとんど買えない状況に今なっております。はい、早くね YouTube で稼げる、ある程度こういうのを買うお金ぐらい稼げるようになれればなというふうには思っていますが、まあこれでねちょっとプロレス行った時に写真撮ってたくさん撮って、で皆さんにねご覧いただくこともできるのかなという感じもしますし、一応動画も撮れますので、これでその何て言うんですか、今日は東京ドームに来ましたとかって言いながら YouTuber みたいなことが本当にできるっていうことですね。これで動画を撮りながらですね、まあそういうこともできるので、もしかしたら外動画もこれでいけるようになるのかなというふうに思ってます。でなんかバッテリーの持ちがねあんまりよろしくないらしいので、予備バッテリーちょっと買いたいなというのと、SD カードもちょっとしっかりしたやつを買いたいなというふうには思っていますので、まあそういうの買ってですねちゃんとちょっとテストしてみたらですね、もしかしたら、まあ、プロレス観戦に最適なカメラなんではないかというふうに個人的には思ってますので、まあ、その辺のお話もできればなというふうには思っています。うん。ね、G5X。ということで、まあ、今後のパハロンの写真も期待していただければということですね。まあ、それ、まあ、それをやるためにはもっとプロレス会場に行かないといけないんで、まあ、それにまたお金がかかるっていうですね。感じになっちゃいますが、なんとか頑張って働いてお金を貯めたいというふうに思います。はい、ということでまあ、皆さんねカメラの方もねちょっと気になっているというような方がいればですね、カメラのこともですねいろいろ情報を出していけたらなというふうに思いますので、ぜひ、ね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。あとはなんかプロレスでよく写真を撮ってる方とかで、自分はこんなカメラのこんなの使ってますとか、ね、こんなレンズをつけてやってますとか、撮影のポイントはこれですとかっていうのをですね、ぜひ僕の方に教えていただけたらなというふうに思いますので、まあ、その辺もご教授いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴ。アディオス。